では、今この写真をまあ順番に同じあのリズムで並べてますけど、の曲のリズムに合わせてポンと切り替えるというのを、このコントローラーですね、EC1 でやってみたいと思います。はい、このマーカーボタン、これを有効に使っていきたいと思います。マーカーボタン。じゃあ、ちょっとこの PNP の画面を上に上げまして、今このクリップのここにねマーカーが表示されていくえようになります。では、巻き戻して、再生しながらマーカーを打っていきます。

マーカージャンプっていうボタンで、はい、この一番最初のマーカーに飛びます。そうすると、この切り替えポイントがちょっとずれてるんですよね。で、これをずっとこう拡大して、見て、そして次、ここですね、ここ。今、このポイントに、この切り替えのポイントをずらしていくということをやっています。このように引っ張っていきます。よいしょ、こっちですね。よいしょ。はい、こっち。 今、この上半分と下半分で掴み方違うんですね。下半分のあるアウトポイントを引っ張るっていうのをすると、前の絵もずれていくし、後ろでもついてくるっていうので、一回触るだけで OK と。で、次この状態でまた戻して、次のポイントにジャンプしてみようと。で、そうすると同じようなことをここでやっていきます。ここに合わせる。次ジャンプして、えっと、次のポイント。今度は前の映像を持っていきます。こっちから、えっと、アウトポイント、インポイントを持ってきてもいいかな。これでいいか。こっちアウトポイント引っ張っていきます。 はい。持ってきました。その次のポイントと。はい。こういった繰り返しでいくと、非常にスピーディーに切り替えポイントを変えていくことができる。次持ってきて、ここと。はい。まあ、これぐらいで、あ、ちょうどよかった。これでいきましょう。で、これで見てみましょう。もう一度最初に巻き戻しまして、再生と。はい。フルスクリーンで申し訳せんはいと。 はですねえー、と今、ざっくりですけどあのポイントを作って曲に合わせてこうイメージが変わるだけでもかなりえと雰囲気というのは変わってくるんじゃないかなと思います、まあ、非常にざっくりとまず皆さん基本的なところと今ご覧になっていただきましたまず静止画という素材があるそれをえこの中に入れましたとです、ね、この DV7G のシステムの中に入れました自動的に認識してくれますでその絵を中から持ってきました 投げ込みましたそれからその中で今度は、えー、それぞれ切り替え効果をつけていきましたえそしてその映像を一つ一つ、まあ、静止画一つ一つに対してモーションという動きをかけていきましたえ次に、えー、マーカー機能を使いましてマーカーをトントンと打っていったその曲のタイミングに合わせてこのように切り替えポイントを動かしてきた出来上がりと、まあ、こういったあの非常に簡単にでもしかしこの音楽にぴったり揃った 編集ができるといった流れというのをご覧になっていただきました。さあ、では、えっと、ここからですね、後半戦といいますか、まとめに入っていこうかなと思います。えー、今からご覧になっていただきますのは、よいしょ、こっちら。画面を切り替えていきます、ね、まあ、先ほどご覧になっていただきました、えっ、ー、と、まあ、近藤博士先生の作った素材の、まあ、ここだったら、ああ、なるよと。 いうのを今からやっていこうと。ここから料理番組ですね。ある程度出来上がってます。そこからちょっと一緒に作っていくその過程という皆さんに見ていただくということをやっていきたいと思います。はい。えー、では画面が切り替わりましたので見ていきましょう。基本的にはまあまあ出来上がってるような感じになってますね。えー、とこれも出来上がりすぎてますね。これは本当は見えちゃいけないので消しとこうかな。えい。消しちゃいました。これは最初どういうふうになってるかと言いますと、 一番最初、こう素材がいろいろ出てますが、実はですね、ミュージッククリップっていうのは、何かのきっかけで作る、例えばこの場合だと、こういうライブ映像があります。例えば皆さんもありますよう、ね、ライブして、その時に誰かカメラ回して,てビデオ撮ってもらってたとで。せっかくそのビデオがあるから、こういったのを使って、いわゆるオリジナルのミュージッククリップ作っちゃおうよとで。そういった時にイメージになる絵っていうのがね、いくつか欲しくなってきます。まずこのライブ映像を元にして、それ以外に、例えばこういう、 ちょっと雰囲気になる。これはですね、あのー、高架下で撮りました。線路のね、下の、古線橋の下で、こうちょっとトンネルのようなところになっているところで、それっぽい雰囲気を作ってきた。それから、こんな感じでですね、あのー、これはビルの非常階段を使いまして、こういうイメージカットというか、こうクリップをね、撮りました。まあ見る人が見たら、これどこの階段かっていうのはあるんですけど、それはまあ置いといて、えー、とこういった感じで、こう、階段でですね、バンドメンバーを歌ってて作っていく。 で、あとはこうやってライブの絵が出てくるっていうね。で、あとはまあおまけとしてもうワンカットぐらい出てくるんですけど、基本的にこういったちょっとしたクリップを追加するだけで、いろんな、はい、素材に加工していって作ることができるというのを今からやってみたいと思います。まずこの中で基本になる素材、これはこんな感じで。 階段で撮った素材です。これどうやって撮るかと言いますと、これ例えばあのソナーとかで曲を作りましたと。それをベースにまあライブとかもしました。ライブの音源でもいいです。同じライブの音源を、例えば R26 とか R09 とかいろんなこうレコーダーで再生して、ああポータブルのスピーカーででも再生しながらその場で一緒にこう、言ったら当て振りですよね。こう歌ってよとか。こんな感じで後ろでこう動いてたりします。ちょっとこうだったら見てみましょうか。 撮影してティ音声です。これはほう初公開でしょう、ね。うスピーカーに対して、はい、ちゃんパシャパシャってこう写真撮ってる音こちらに入ってます。はい、こういうふうに撮ってます。でまずこれをベースにして、先ほどの音声はちゃんとこうマスターの音声というのがありますので、マスターの音声を見ていこうと思います。 で先ほどこれはちょっとね、あの私がちょっと貼り付けたやつがさっき入っちゃってたんですよね。ごめんなさい。何もないところからということで、再びこの何もないところにマスター音声を持ってくる。いわゆるこれが音源ですよね。持ってきます。えー、そうしますとね、これどうやって頭合わせたらいいんだろうっていうのはよくね、ご質問を受けるんですけど、こうなんとなく眺めてくると、この波形の形っていうかね、これ結構似てるんですよね。ずっと違うところ見ていきましょうか。もう少し先のとこ見てください。これ特徴的な波形っていうのがありますね。これちょっと拡大していきます。 あるとこまで持ってくると、は、見えてきた。なんとなく特徴的な波形があるので、こういったところで合わせていくと非常に合わせやすいです。例えば、ここ、もう少拡大していきましょう。あ、こことここが合ってるなと。じゃこれをつまんでもう少しこっちずらそうと。で、最終的に合わせ込むときに思いっきりこう拡大してください。で、一コマ単位で動かしていくと。はい、こんな感じで動かしていきました。 で、えっ、ー、と、この1コマっていうのは、えっ、ー、と、日本のビデオの場合は、これは大体というか30分の1秒で、1秒間に30コマで映像を作っています。1秒間を30個分けて、それをまあパラパラ漫画のようにですね、コロコロアアニメーションのように動かしていく。だから、皆さんがこうやって動いている映像をご覧になっているのは、ほとんどの場合、まあ、テレビですよね、テレビの場合は、30分の1秒を1コマとして見ています。ということは、このように音声を、まあ、この下なんですけどね、これ見ていただくと、その、 音声を合わせ込んでいくときに30分の1秒って、これ大体あの例えば 0.C とかっていう単位とかで言うと 33.3ms と、普通今だとまああのオーディオインターフェースとかだったら 6ms とか 3ms って平気で詰められますよね。詰められます。1000分の。 3秒とかっていう単位で詰めてこれますので結構映像の場合はですねあのー、柔軟にもうざっくりとはこれぐらい合ってたらいいやぐらいに考えていただいても音楽の,ああの DAW とか DTM の編集から来られてる方はざっくりと掴んでいただいていいです、まあ、非人にちょっとね荒っぽい言い方なんですがただしこの時一1つだけ注意点があります何かというとどうしてもまあ合わないなという時に、まあ、どっちかでもいいやと 映像のまあ口がパッと開いた瞬間に音のパッと歌い出し、まあ、ここでもいいやって合わせるんですけど、どっちかしか合わないなっていうのは必ず出てきます。これ30分の1秒なので、どっかで出てきますけど、そんな時は必ず映像の方が先に出るようにしてあげてください。映像の1周後に音が出るっていう方が比較的自然になります。これはあの 不思議なんですけど、実際にこうライブとかで見ても、すごい大きなホールになると、向こうの方で歌ってる人と口が合わなかったりしますよね、我々聞いてる音とかの。で、そういうのがこう日常的に慣れてるので、わりとこう音よりも、目で見ているものよりも音が遅れて聞こえるっていうのは自然に感じます。ところが、音が動いてよりも先に出るっていうのはね、ものすごく違和感が出てきます。 すいませんあの専門に研究されている方いらっしゃったら答えをご存知かもしれませんがなんとなくその今までどっちかなというときに考えてみると口よりも先に音が出ているというのはかなり違和感があるのでこの場合だとあの同じに元々の音よりも1個後ろ側というね後ろ側で追っかけてあげると非常にいいんじゃないかなというのが、えー、とちょっと小ネタでございましたでこれに合わせて今ちょっと音を入れ替えました元の音は消して音源を差し替えたで聞いてみましょう このあたりから歌い始めます本当にその場しのぎな感覚でやってますよね今こんな感じでいいのかっていう感じで回っちゃいましたオッケーということで次に行きましょう